こんにちは株式会社一休の丹野ですこのセッションではリアクトとともに進化するグラフ QL クライアントリレーの活用事例というタイトルで一休のプロダクトにリレーを導入した事例をお話ししますよろしくお願いしますまず簡単に自己紹介をさせてください私は株式会社一休でエンジニアをしていまして主に飲食店の予約事業に関わってきました最近は 飲食店向けの飲食店の方に使っていただくサービス開発を行っていますまた技術的な領域としては比較的ウェブフロントエンドの立場でプロジェクトに関わることが多いです本日お話ししたいことは大きく三つありまして一つ目はそもそもリレーとは何なのかというお話二つ目は私たちがなぜリレーを選んだのか 3つ目は私たちがそのリレーを導入して何を得られたのかまたリレーを使う中で出てきた課題等についてもご紹介したいと思います。まずリレーとは何なのかについてなんですがリレーっていうのはまず GraphQL クライアントライブラリーになっています。 GraphQL サーバーと GraphQL というクエリ言語を通じてデータをやり取りするために使うことができるライブラリですまたリアクトで開発されたフロントエンドアプリケーションと組み合わせて使うことができるライブラリでもありますリアクトと組み合わせて使うことができるクライアントライブラリとしてはリレー以外にもいろいろライブラリがあるんですけどもリアクトの特徴として えー、あすいません間違えましたリレーの特徴としてリ,リアクトと同じくメタ社で開発されたライブラリであるということが特徴と言えると思いますここではあくまで概要として以上の点を押さえていただければなと思います次に、えー、私たちがなぜリレーを選んだのかについてお話しします まずどういったプロダクトに導入したのかをお伝えした方がイメージが湧くと思いますのでそちらからかさせていただきます私たちが現在開発しているのは飲食店の方に使っていただくものになっていまして右にスクリーンショットを載せているんですけども飲食店に来店されるお客様の情報だったり飲食店内のテーブルの状況を管理できるようなプロダクトになっています。 もう少し具体的な使われ方についてお話しすると例えば皆さんもオンラインで飲食店を予約することがあると思うんですけどもそのオンラインで予約されたお客様の情報を事前に登録しておいて実際に来店された際にお店の方はその情報を見てより細やかなサービスに活用いただくといったことができるようになっています。またた事前ににに予約されおお客様に対してててテーブルを割り振っっくことによって 来店された際にスムーズに席にご案内することが可能になったり、えー、あとどれぐらい予約を受け付けることができるのかというのを把握することができるようになっています。さ,、えー、さらにあの 予約をせずに直接お店に来店することもあると思うんですけどもまあそういった際にもそもそも席にご案内できるのかとかどの席に案内するのが良いのかといったタイミングでこちらのプロダクトを使っていただくそういったものになっております今お話ししたようにお客様が目の前にいる状況でスタッフの方が使うので特にスピードが大事になってくるプロダクトでそういった意味でも UX に えー、こだわりを持って作る必要があるそういったプロダクトになっておりますまたスクリーンショットからも変わるかなと思うんですけども、えー、比較的複雑でリッチな UI を提供するプロダクトでもありますまた最後に、えー、押さえてお,いお伝えしたい文脈としてはこちらのプロダクトは完全に新規で開発しているものになりまして、えー、ちなみにまだ、えー、開発中でリリースしてないとそういった状況の プロダクトになっています、えー、このいったプロダクトに私たちはリレーを導入したんですけども、まあ、そもそもなぜリレーなのかという点についてもお話しします、えー、きっかけとしては、えー、先ほど紹介した新規プロダクトの技術選定のタイミングになります、えー、リレーというグラフケールクライアントを使うかどうかという前段としてそもそも サーパーとの通信にグラフ QL を使うのかという論点があったんですけどもこちらはグラフ QL を採用することにしましたグラフ QL を採用した理由としてはこれまで私たちは別のプロダクトでもグラフ QL をでに使っていたんですけどもそこでの体験が良かったということもう1点は社内だけではなく社外を見た時にも採用事例が多くエコシステムも活発であるというところから このプロダクトへも引き続き GraphQL を使おうということを決めました次にもう一つ事前に決めておかなければいけない要素として UI ライブラリをどうするかという点がありましたこれまで私たちは私たちの開発チームだけでなく会社内全体として Vue.js を使ったフロントエンド開発を行うことが多かったんですけども私たちのこの プロダクトの開発チームではリアクトを使うことに決めましたその理由としては ViewJS だけではなく React という技術についても知見を社内に蓄積して技術的なトレンドを正しく判断できるようにしていきたいとそういった思いがあったためです。3点目にいよいよこのセッションの。 本命であるグラフィケルクライアントの選定のお話になるんですが先ほどのリアクトを選定した理由でもお話ししたんですけどもこのリアクトの発展というのを積極的に取り入れていきたいと私たちは思っておりましてそういった時にリアクトと同じくメタ社が開発しているリレーを使うのが良いのではないかと考えリレーを採用するに至りました。 というわけでリレーを使うことになったんですけどもプロダクト全体のテクノロジースタックはこのようになってましてグラフ q l を使ってリアクトでフロントエンドを書いているというところでその時のクライアントライブはリレーということになっていますまた後半の発表に関わるんですけども私たちは NextJS も組み合わせてプロダクト開発を行っていますはいえでリレー を採用してこれまで開発をしてきたんですけども、その中で何が実現できたのか、また課題やで実現できなかったことが何だったのかについてお話ししていきたいと思います。まず最初に、そもそもリレーを導入するにあたってやらなければならなかったことがありまして、それがこのグラフケールサーバースペシフィケーションへの対応というものになります。 こちらの仕様についてはリレー以外のグラフィックでクライアントを使っている場合必須になっていることはないと認識しているんですけどもリレーを使う場合にはこちらの対応が必須になるというのがリレー特有の制約事項とといいうか前提条件になると思いますこの仕様が何なのかというのも簡単に触れておきたいんですけども一つはオブジェクトアイデンティフィケーションという仕様がありまして 簡単に言うとアプリケーーション内で扱ううオブジェククトを全ててににユニなな ID を振るといい仕様になっています次にもう一つ「コネクション」という仕様があるんですけどもこちらについてはリレー以外のグラフィックルクライアントを使っている方もページネーションする時の仕様としてこちらに習っている方も多いのではないかなと思うんですけどもオブジェクトのリストを うまい具合にページネーションとして扱うための仕様となっていまして私たちはリレーを使っているためこの2つの仕様を対応に対応したグラフ p h q スキーマや g r a p h q サーバーを構築する必要がありました私たちは完全に新規でそのグラフ p h q サーバーを作っていたのでこちらに対応しながら作っていったというのが事前に必要だったことになります 次に私たちがリレーを使って何を実現できたのかという点をお話しします。こちら主に実現できたもののうち5つお話ししたいと思います。1つ目はフラグメントコロケーションという方法が実現できたというところです。そもそもフラグメントとは何かというとグラフケールの中で クエリの一部を部分的に宣言できる仕組みになっていましてここの例でいうとカスタマーネームというのはフラグメントにあたりますフラグメントコロケーションというのは何かというとそのフラグメントを利用してデータの取得とデータの取得の宣言とそのデータを使うコンポーネントを一緒に配置するという手法になりますこの例でいうと この青枠で囲った部分に対応するカスタマーディティという親コンポーネントとそのコンポーネントりに含まれる赤枠のカスタマー赤枠の部分に対応するカスタマーネームというコンポーネントがサンプルコードとして載せているんですけどもその名前に関心のあるカスタマーネームの中にそのカスタマーのネームや振りがな読みがなを取得するフラグメントがありその名前る そののデーータを使うようよななコンポーネンポネトになっているのが分かるがかかと思いますこれによってそれぞれのコンポーネントが自分に関心のあるデータを直接,直接は使うことができるようになるということが可能になりますもしフラグメントコロケーションがやられない場合どうなるかというところをお話ししたいんですが。 もしフラグメントコロケーションをやらない場合各コンポーネントにデータ取得の宣言を書くのではなく共通の親コンポーネントの方に必要なデータそのコンポーネントツールで必要となるデータが列挙されるという形になると思います。こうした場合何が問題になるかというと一つはオーバーフェッチという現象が発生する可能性があります。 このコードの例でいうとサムデータというものを取得してるんですけどもこのコンポーネント2ではそのデータを必要とするコンポーネントがないと考えてくださいそういった場合このデータを取得するために必要な計算リソースだったりネットワークのリソースが無駄に消費されるとそういった問題が起きる可能性がありますもう一つはアンダーフェッチという現象でして このコンポーネントツールでネームカナというお客様の名前の読み仮名が必要になっているんですけどもそれをここではコメントアウトで表現してますが取得しないとした場合必要なデータが取得されないという問題が発生する可能性があります。また少し別の観点からなんですが フラグメントコロケーションを行わないことによってコンポーネントとその必要なデータの宣言が分離してしまうことによって後述する部分的なレンダリングというのが難しくなるという点もフラグメントコロケーションをやらない場合のデメリットになるかと思いますフラグメントコロケーションを行った場合さっきほどのオーバーフェッチやアンダーフェッチというのは防げ かつ今後この画面に仕様変更が入った場合などにもそのオーバーフェッチやアンダーフェッチが発生するということを恐れずにスピード感を持って変更を進めることができるそういった開発体験を私たちはリレーを通じてて実現すするることとできていると思い思ます次に実現できたこととしてレンダーゼへフェッチというレンダリング戦略 が取れているという点があります。レンダーズフェッチというのは日本語にするとフェッチにしながらレンダリングするということで、ポイントとしてはレンダリングが始まるよりも前のタイミングでデータ取得を始めつつレンダリングも並行して行うというのがポイントになるかと思います。このレンダーズフェッチというのは他の上に書いてあるフェッチオンレンダーやフェッチ前レンダーよと比べて。 ユーザーに対してより早くデータをより早くフェッチする分より早くデータを表示できるという点とデータが取得されてない間にも適切なホールバックを表示できるというのがこの r e n d e r ェッチ f e t c h の利点になるんですけどもこの r e n d e r ェッチ f e t c h を実現するためには2つの要要素が必要になると思います1つはレンダリングのフローの外でデータ取得を行えるということと もう一つはリアクトサススペンスに対応していいるととうことですリレーではこの二つの要素を満たしているのでレンダーズ・フェッチを行うフロントエンドのアプリケーションを書くことができます。私たちのプロダクトを例にするとスクリーンショットの左側に顧客リストがあるんですけどもその顧客リストをクリックするとその顧客の情報が表示されます。 この時に行動としてはどうなっているかというとクリックイベントの中でクエリのグラフ系クエリのフェッチを開始してコンポーネントのレンダリングも並行して行うということができています。でそのカスタマーディティールカスタマー顧客詳細のコンポーネントがレンダリングされたときに もしまだデータが揃っていなければそこがサススペンスされるとそういったことはこのリレーを使うことでできるようになっています。というわけでこの「レンダー e r e d f e という戦略を取ることができてユーザーに対してより良いより早い体験を提供できるというのが私たちがリレーで実現できていることの一つになります。3つ目に型安全が得られたということがあります。 まずリレーというのはえ、グラフケアスキーマやグラフ、QL、クエリをモッにしてリレーコンパイラーというものは事前にリレーアーティファクトと呼ばれるファイルを生成する仕組みがあります。この自動生成されたファイルにはえ、タイプスクリプトの型情報が出力できるようになっておりまして、この情報をもとに型のチェ。型。の。 サポートを受けるることができるようになっていますちなみにリレーの設定ファイルにタイプスクリプトランゲージというオプションがあるんですけども、まあ、そちらをタイプスクリプトで指定することによって、えー、タイプスクリプトの方が出力できますので、まあ、タイプスクリプトフロータイプではなくてタイプスクリプトを使っているプロダクトでもこちらを採用リレーを採用できるようになっています。えー 具体的にその型安全がどのように働くかというのを2点ご紹介したいんですけどもえっと左側の例ではフラグメントで取得してないデータを参照した場合にそれが型チェックで起こられてまそれがエディター上で表現されているというスクリーンショットになっておりますこれによって存在しないデータを参照するということを早いタイミングで気づくことができるようになっていますまた右側の例は、えー フラグメントがコンポーネント2の中に存在するのに親コンポーネントのクエリの中でそれが表現宣言されていない場合にそれもまた型チェックで気づくことができるということになっていましてチェックされるだけではなくてエディターの保管といったサポートも受けることができ安全でスピード感を持った開発が この型安全によって得られていると思います三つ目にキャッシュによる無駄なリクエストを軽減できているという点がありますリレーには他のグラフケクライアントと同じく取得したサーバーから取得したデータをクライアント側にキャッシュする機構があるんですけれどもこれによって無駄なリクエストを防ぐことができています 例えば先ほどお話ししたとおり顧客を表示する顧客の情報を切り替えてまた元の顧客を表示した場合そういった場合にキャッシュからデータが取得,できる取得されるためユーザーに対してはより素早くデータを表示するとともに無駄なリクエストネットワークリクエストを省くことができるといったことが可能になっています。 次にデーータとととビュのの一貫性いいううものが得られたという話をします先ほどのキャッシュの話にちょっと関係するんですけども、えー、例えばこのユーザーあすいません顧客の名前を変更した場合に何が起こるかというので、えー、顧客の名前というのは左側のリストと右側の詳細部分両方に同じデータが出てるんですけどもここを変更した場合にえー キャッシュにその変更を伝えることができて編集したら結果左側のリストの名前も変更されるということができるようになっていますポイントとしてはミューテーションの元これは名前を変更するというのをイメージしたミューテーションになるんですけどもまあそのミューテーションのレスポンスとして変更後の名前を受け取ることによって リレーがストアにキャッシュを反映するということが起きそのキャッシュを参照しているデータが再レンダリングされるということが可能になっていますこの結果あまりそのキャッシュのコントロールというのを自分で意識することがなく必要な更新ができるというのはリレーのいいところかなというふうに思っていますまたキャッシュというのが いわゆる正規化されたキャッシュになっていてそのデータを参照しているコンポーネントだけが変更されるということが起きますなのでこの顧客リストのうち名前に変更あった顧客だけが顧客の部分だけが再レンダリングされるといった最適化もされるようになっています次にここまでが私たちが得られたことになるんですけども次に使っていく中で出てきた問題や 実現できなかったことの話をします。えー、一つはあ,あ、すみません。一つは、えー、ドキュメントに書かれてない挙動が、まあ、ありましたよという話です、えー。こちら左側のスキーマの場合、えー、ユニークな ID が別々のオブジェクトに登場しましたよというようなまあワーニングがリレーから出てしまうって言いまして。えー 右側のようにた。これはそうですねノードを実装してないオブジェクトでも ID があった場合その ID でキャッシュしようとするというリレーの挙動があるということだったんですけどもそういったところで比較的ハマってしまったのでそういったこともあるというのを紹介したいなと思います。 次に実現できてないことなんですけども、レンダーズフェッチに部分的な段階的なレンダリングを組み合わせるということになります。先ほどレンダーズフェッチについてお話ししたんですけども、えっとこちらに対してさらに部分的なレンダリングを組み合わせるというのをもう一歩進んだレンダリング戦略があるありまして。 例えばこの顧客情報を表示する際に上の部分はすぐにデータを取得できるんだけども下の部分は赤枠で囲ったような部分がデータの取得に時間がかかるといった場合先に上の部分だけでもユーザーザは見たいと思う可能性がありますそういった場合に下の部分のレンダリングは後回しにして先にそれ以外の部分のレンダリングをするといったことをしたくなる場合。 ユースケーススケががあある可能性がありますそういった場合にですねこちらのデファーといったストリームといったグラフ系のディレクティブというんですけどもこちらを使うことによって部分的なレンダリングあすいません部分的なレンダリングをするための部分的なデータ取得というのはできるようになります。でリレーにはこのデフ,デファーやストリームといった 部分的なデーータ取得のサポートしてるんですけども私たちはこの部分的なレンンダリングといいうのはままだできていませんなぜできていないかというとこのデファやストリームに対応して部分的にデータを段階的にデータを返すサーバー側の対応も必要なんですけどもそちらがまだ実現できていないというところでこちらはリレーそのものはサポートしてるんだけどもその他の要素によってまだできていない部分になります。 ただ私たちの現状現段階のアプリケーションとしてはさっきほど言ったような部分的に重いデータみたいなものはまだ登場していないので喫緊の課題ではないんですけども今後そういった取得コストに差があるデータが登場したりもしくは今のままだとしてはもっとユーザー体験を良くしたいと思った時にこういった選択肢を取れるようにしたいと思っていましてそのためにもう少し調査や検証を進めていきたいなと思っていますが。 まだできていないという部分になります。でき課題がとし課題の三つ目としてネクスト JS をつと組み合わせたいサーバーサイドレンダリングというものがあります。こちらリレー実はリレーのサンプル実装のリポジトリがあるんですけれども、そちらの中にこの組み合わせでのサンプル実装がでありまして、私たちはそれを参考に実装していまして。 この SSR 自体はできているんですけどもえ2ふた2つ課題がありますえまずどのように実現しているかというと Get サーバーサイドプロップスの中でえクエリのロードをするということを行ってまあその結果をページコンポーネントに渡してリレーの初期値とするというところがあるんですけどもえとその結果を ゲットサーバーサイドプロップスの中でアウェイとしてるところに注目していただきたいんですがこのデータが取得し終わるまでクライアントに対して何も返すことができないといったそういった問題がありますなのでここにデータ,がすごく時間データの取得にすごく時間がかかってしまう場合えそこが問題になるなと思っています。点目は右側にその SSR で取得したプロップスをクライアント側に渡すためのコードがあるんですけどもこういったリレーの内部実装を意識したコードというのを自分で書かなければいけなくて若干大変面倒なのと今後リレーの仕様が変わった場合にここを追従させていかなければいけないとそういったリスクがあります。ここに関しても 現状私たちのアプリケーションではクリティカルな問題にはなっていないんですけども今後より良い体験を追求していく中で選択肢として加えたいなと思っておりますがここに関しては NEXTJEST 側のストリーミング SSR といった機能の対応が必要になるかなと思っていましてそこに関してはエコシステムの動向を注目していこうと思っています。 最後に今後の展望なんですけども、えー、リレーには今ご紹介できなかったいろんな機能がまだまだあるんですけども、まあ、そういった機能についても今後使っていきたいなと思っていまして、まあ、必要に応じててて、えー、活用しいいいきたいと思っていますもう一つは先ほど最後の話した通りリアクトやそのエコシステムの進化というのを、えー、しっかり追いかけていきたいと。 で実現できるようになってそれがユーザー体験の向上につながるのであれば積極的にに採用してていいいきたいとそのように思っています、はい、最後にまとめになりますが私たちはリレーを使うことによってフラグメントコロケーションや肩安全といったところから高い開発体良い開発体験というのを得ることができてまた良い u う ザー体験というのを提供できていると思っています、えー、また、えー、私たちはまだ追いかけ追いつけきれていない部分もあるんですけども、まあ、リレーの進化というものを追うためには一番良い選択肢なんじゃないかとそのように思っていますはい、えー、以上になりますありがとうございました丹野さんありがとうございました ここからはプラストークと題して質問者を招き、質問者の方自身が気になったポイントを中心にセッションの内容を深掘りしていきます。視聴者の皆さんからの質問も可能な範囲で取り入れつつ、会話を進めていただければと思います。質問がある方は画面右下のクエスチョンマークボタンから投稿が可能ですので、よろしければぜひ質問をお送りください。今回の質問者は、LINE 奥村優太さんです。あじゃあ、よろしくお願いします。はい、ラインの奥村と申します。えっと、今出前館に出向していて、出前館のフロントエンドチームのマネージャーをしております。よろしくお願いします。で、あ、じゃあ、早速質問に入らさせていただこうかなと思うんですけれども。あの、今出前館で、その。僕たち今グラフ QL をちょうど使っていて。で。 アポロクライアントとしてはクライアントを使っているんですけれどもで今いくつか問題があってまあ具体的には今ちょっとサーバーサイド連絡でパフォーマンスが悪いだとかあとはメモリーリークが起きたりだとか、まあ、ちょっとその辺りで今ちょうど乗り換え先を検討しているところなんですけれどもえっとまあリレー今えっと導入されていてかつまあ1級でいろいろ使われているっていうことだったと思うんですけれどもそのリレーを そのタムさんが採用されて一番良かったこととか何かありますかそうでますねあま単純にそのリアクトの新しい機能を組み合わせて良い体験を作っていけるというの選択肢ができたことはいいなと思っているのとあともう一点はフラグメントコロケーションはやっぱりかなりこう馴染むなというふうに思っていまして。うんうんうん まあ、レビューすときとかにもあのそのデータがどう使われるのかっていうのがすごく分かりやすいとか、うんまあ、そういったところを含めてフラグメントコロケーションっていうのは結構大きいいポイントかなとううふうに思ってます確かに聞いててこうフラグメントコロケーションってこう多分何ていうか理,理屈上は別に他のクライアントでももちろん実現はできると思うんですけどリレーだとあれはもう何ていうか強制みたいな形になるんですよね。そうですねえー 先ほどフラグメントコロケーションをやらない場合の例として親コンポーネントにデータ取得をまとめることをお見せしたと思うんですがあれでもできなくはないんですけども結構何だろうそうですよね。 なんかまあ、そのリレーの多分、ルールにのっとっていけば、こう。自然と綺麗な実装になっていくっていうところは、すごく魅力なのかなって感じました。そうですね。良いプラクティスを、こうちゃんとガイドしてもらえると、言い換えることもできるかなというふうに思っています。確かに。ありがとうございます。逆に、なんかリレー、その、使ってて、なんか、例えば、さ。 その先ほどのプレゼンだとサーバースペシフィケーションに乗っ取らないといけないだとか結構いろいろんか大変な部分もあるのかなと思ったんですけどなんか逆になんかリレーこここ微妙だっったたなみたいなみいいそういうところって何かあったりしますあそうですねやっぱりちょっとドキュメント自体も若干読みづらかったなこれはすごく主観的なところなんですけど <laughs> うん、うん、っていうところなんとなく皆さんもあるかもしれないですけどとっつきづらさみたいなのは感じていまして。はいはいはい そうですよねちょっと僕もちょうどだからいろいろ今調べてるんですけど、うん、リレーのドキュメントも見て、うん、まあなんかそんなに何だろう分かりやすくはないなっていうな,なんか難しいこと書いてあるなっていう印象を多分結構受けがちなんじゃないかなと思うんですけども。 なんかそのフラグメントコロチーションとかもガイドを書かれているところだと僕自身が初期になるとあんまり、うん、<laughs> よく分かってなくてなんかその先ほどのプレゼンを見てなんとなくなんか理解が進んでそれはす自分良かそのやっぱりドキュメントが少ないじゃないですかでなんかその中でこうプロダクトに実践すると結構いろいろつまずくところとかもあったのかなと思うんですけどなんかそういう時どうやって調べたとかそういうのって何かありますか そうですね。えー、っと。まあ。リレーのリポジトリ、ギター部のリポジトリに立っている異臭をわさるとか。<laughs> はい、あった部分が中心で、あまりこう日本語の。記事を読んで解決するみたいなことは少なかったかなというふうに思ってます。うんうん、あとは。あのー、えー、っと、ドキュメントが。に抱えてない挙動みたいなところでご紹介したやつは、うんうん、リレーのコードを読んで。 何か,かを探ってそういう考え方なんだみたいなことを追っかけてかりまししたたっってて言いいでね, <laughs> あね、まあ、逆に言うとだからその GitHub のコード読んだりとか一周見たりとか、はい、そういうのところまで結構踏み込んでいかないとなかなか投入するの難しいとか。そうでんか API はすごくシンプルで使いやすいなと思うんですけどもはい、はい、ちょっとその難しい。 いい問題を踏むと、うんうん,、うん、途端にそこまで行かないといけなくなるかもしれないです。はい。<laughs> あ、なるいや、なかなかハードルが <laughs> 高いなって思いました。ま <laughs> あ、でも、そうですね、なんか、まあ。他のクライアントもあんまり情,情報う、充実しているとは言えないから、ね、やっぱグラフィックキューエル。クライアントというか、グラフィッキューエルクの世界自体、そこまでまだありなのかな。そのドキュメンテーションされるほどの。 なんていうか、マジョリティを <laughs> やられてないとか<ー>そういうのはあるんですか、ね、どうなんでしょうね実際ちょっとここは<ん>、えー、分からないんですけどなんか自分の周りだけ見てると結構グラフケール使ってる人多いなと思ってるのでなんですかねうん、うん。確かになんか最近すごいそのその採用したよっていう話よく聞くなって思うので、うん、確かにこれから伸びてくるのかなっていう感じもしますね。うん あとはちょっといいニュースもあって比較的最近ちょっとずつちょっとずつリレーの公式ドキュメントが追加発されてるような気がしてましてななるほどんか結構あのもしかしたらドキュメントもうちょっとどんどん整理していこうみたいなそういうタイミングなのかもしれないなあいはすごくありがたいなと思いました。もしそうでははなきゃ別に今後は そういうわけじゃなかったらすみません。<laughs> そうですね。まあでも確かメタがやってて、まあリアクトとかも結構ガイドを充実してきてるなって思うので、うん、確か増えてくるかもしれないですね。多いですね。ありがとうございます。あとなんか今開発されているプロダクト、今ちょうど開発中で、まあこれからリリースされるっていうお話だったと思うんですけど、その画面数だったりとか、あるいはえー、っと開発している人数とか、<ー>そ規模って聞いてもいいですか？ 画面数はですね、とりあえずあの顧客情報を扱うっていうのがメインのページでそれプラス、まあ、それを周辺の設定するためのページみたいな感じで本当に5枚もないぐらいですねで先ほど話ししたようにそのテーブルの管理みたいなものについては今後実装していく予定なので、まあ、それができると結構ページ数が一気に増えるみたいな感じ,感じの状況です。うんうん でチームの規模感としては今6人でやっててうち3人がフロントエンドを見てるという感じに。<laughs> ああなるほど。はい。なるほどです、まあ。でもそうですよね。なんかアサーバーサイドとフロントエンドで1個のチームで。ああそうです、ね。なはい。そうです,うですいいですね。ありがとうございます。そうですなんか結構規模が大きくなってきたらフォーガムこう g r a q l の良さみたいなのはなんとなく増してくるのかなっていう。 印象がななんんとなくあるんですけどなんかだろうその大規模開発に向いてるなとかあるいはなんかここが逆に面倒くさいなとかそのあたりって何かありますそうですねやっぱりアプリケーション全体複雑になっていったときに先ほどのフラグメントコロケーションとかはすごく効いてくるだろうし変更が頻繁に入るみたいな時にも。 安心して変更していけるっていうところは大規模になればなるほどありがたさが増してくるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。うん、あとはあのキャッシュ、うん、キャッシュっていうかデータと UI の一貫性みたいなところでも比較的リレーのサポートを受けてそこを保ちやすいというのはあって、これはやっぱり複雑になればなるほど難しくなるポイントだなと思うので、そこが まあまだちょっとこれから大きくしていくってところですけど、まあ安心感は感じています。はい。ありがとうございます。そのその今おっしゃってたそのキャッシュって結構難しいなって思うことが僕はよくあって、なんかキャッシュそのキャッシュ例えばえっと今のえっとタナさんが作られてるプロダクトってこう。 店舗の方がそのテーブルを管理するっていうプロダクトだからその例えば使ってる間に新しいあのその予約が入るだとかあるいはもしかしたら複数の店員さんで使ってて、うん、なんか複数人でこう同じアプリそのだ情報更新するとかがあるのかなっていうなんとなくの想像があるんですけどなんかそういう時にキャッシュってどうしていったらいいのかなみたいなのがちょっと僕全然分からなくて。はいああめちゃくちゃゃく いいそうですねちょっとそこ実はまだあんまりこう方針として整理しきれてないんですけどもうん、うん、一つの選択としとしてはサブスクリプションととといいううグラフ経由の機能を使うことがげられると思いますサーバー側で変更があったらクライアントに通知するみたいなことを活用するのがいいのかうん、うん、もっと適切なタイミングでデータをまるっと取得し直すみたいなことを挟んでいくのがいいのかちょっとそこがまだ。 決めかねている部分ではあります。<laughs> ただ考えなきゃいけない問題だったし、すごくいい,いいポイントだなと思って <laughs>、はいます。ありがとうございます。す質問できてて、えっと <laughs> すみません。<laughs> えっとペページの部分でリレーのフェッチを行っていますが、なるほど。えっと、すみません。質問はえっと。 ネクスト JS で取り入れを使っててページ図でえっとフェッチをしてますとでただそっかモックそうストーリーブックとかあるいはテストを書く時ってそのもちろん外部接続とかはしたくないからそのリレーで取,る取ろうとして情報をモックしたいとでもモックした方法モックする方法がよくわかりませんみたいな話っぽいですが、うん、いかがでしょうか <laughs> はいなるほどえー、っと そうですね実は私たちもまだあんまりそのうまくテストするっていう部分はできてなくてですね、えー、ただこれでうまくいったらいいなと思っていることとしては、うんえっと、MSW みたいなネットワークレベルの MOC を使うことによってリレー自体は素直に動かすみたいなことができればできるんじゃないかなというふうに思っています。ただちょっと実際でででできていいいいるわけははななのですまませんあんありいいアドバイスではない かもしれないですけども、はい。ネットワークリビングの復興するっていうのは一個いいやり方かもしれないですね。はい、ありがとうございます。